私たちの周りにはたくさんの昆虫が暮らしています。よく見るといろいろな形をした虫たち。昆虫は進化の過程で体や羽をさまざまな形に変えてきました。そこには巧みに取り入れられた自然界の法則を見ることができます。その法則は私たちの未来を開く技術にも応用されようとしています。およそ46億年ともいわれる地球の歴史、その長い長い歴史の中で私たち人の祖先が誕生したのはたった500万年前のこと。しかし昆虫の誕生はそれよりはるか昔、4億年以上も前に遡ると言われています。今なお繁栄を続ける昆虫たちの力が私たちの未来を変えようとしています。未来を開く昆虫テクノロジー、ナビゲーターの赤池奈良です。私は科学技術のジャーナリストをしている工学デザイナーです。日々最新の科学技術に接し、それを皆様にご紹介をしたり、新しい商品開発に応用しています。実はこうしたものづくりの世界で昆虫に学んだテクノロジーが台頭し始めています。昆虫という生物は動物界の実に 75% を占めているこの地球のマジョリティであり覇者なんですね。なぜこんなに大成功することができたのか、それは虫たちが生き残るために開発した技術が極めて優れているからです。最先端の機械工学、 IT、バイオ、医療、実はそうした世界の中でこのように優れた技術を開発してきた昆虫たちの技術が応用され始めています。これは国際的にもインセクトテクノロジーという名前で呼ばれ始めていますが、私はそれを分かりやすい言葉として昆虫力という言葉でご紹介をしています。例えばこれはどこにでもある折りたたみの地図です。でも何度も何回も畳まれているので開くことが非常に難しい地図なんですね。でも今度はちょっとこちらの地図を見てください。四隅を引っ張ると瞬時に広げることができます。実はこうした地図の折り方は変形蛇腹折り、通称三浦折りと呼ばれています。この瞬時に広げることができ、瞬時に畳むことができる特殊な折り方は、未来の私たちが住むかもしれない宇宙ステーションに応用されようとしています。そしてこの三浦折りはこの地球の中で生き続けてきた昆虫の羽の畳み方と共通点があることが分かったのです。地図と宇宙ステーション、そして昆虫、この三者を結ぶユニークな技術について考えてみたいと思います。群馬県桐生市にある群馬昆虫の森です。48ヘクタールという広大な敷地に、かつては日本の至る所にあった里山が復元されています。ここでは森の中や温室で一年中昆虫たちと間近に触れ合うことができます。昆虫の羽のテクノロジーを知る何かいい手がかりはないでしょうか。昆虫観察館では生きているカブトムシを一年中見ることができます。
カブトムシを飼育している筒井さんにお話を伺ってみました。昆虫は大体大きく分けて30のグループに分けられるんですが、その中でもカブトムシは甲虫目という、硬い体を持った昆虫のグループに属しています。甲虫目は生物界で最も繁栄したグループと言われています。その中で、カブトムシは、コガネムシ科に属する昆虫です。カブトムシは世界で、大体1300種ぐらいいると考えられているんですが、日本には全部で4種の今カブトムシがいると考えられています。カブトムシの大きな特徴として、オスにはこの立派な角があるわけですよね。この角は決して飾りではなくて、餌となる樹液の場所を巡って争ったり、またオス同士がメスを巡って争うということもあります。そしてメスには、全く角らしいものがないんですが、これはメスの大きな役割としてその堆肥場に潜って産卵をするということがあります。土に潜るという時に角というのは非常に邪魔になるんですよね。そういった意味でメスは、角を持たずに、産卵に最も適した体型になったということが言えると思います。甲虫目が繁栄した一つの理由として、硬い前羽、あとこの柔らかな飛ぶための後ろ羽を持っているということにあります。普段はこの飛ぶための後ろ羽はこの硬い前羽の下に収めてあります。このことによって土に潜り込めたりとか、生活圏が非常に広がったわけですよね。体重が非常に重たいこのカブトムシは飛ぶための羽非常に長いです。そしてこの羽を前羽の下に収めるときは折りたたむという非常に画期的な機能を持っているわけですよね。空を飛ぶカブトムシは合理的に羽を折りたためるようにその構造をデザインし、3億年という長い年月をこの地球の中で生き延びてきました。昆虫たちはその住み暮らす環境や生態に応じてさまざまな羽を開発してきました。富山県富山市にある富山大学です。理学部生物学科の鈴木邦夫先生、先生は昆虫を対象材料とする分類学形態学の専門家です。長い線が書いてある、そういう単純な図形が書いてあるんですね。いや、これから僕の言う通りになって、先生は折り紙の技法を参考にしながらいろいろな昆虫の羽の仕組みを学生に教えています。カブトムシの羽にはどんなテクノロジーが隠されているのでしょうか。さえ羽は硬い構造をしていてですね、で体の柔らかい部分を覆って体を保護している役割をしているわけですね。でも後ろ羽が実際にはこう羽ばたいて、それでいうわけですけども、ご覧のように後ろ羽の方が薄くてこの大きいわけですね。で使わない時は、飛ばない時はこの後ろ羽はさえ羽の下にこの収めているわけ、さえ羽と体の間に収めているわけですね。でそれを実はうまく彼らは解決をしているというのがこれなんですね。でこれは全く簡単なモデルなんですけれども、今真ん中に正方形が書いてあって、対角線の延長上の線がこうありますね。でここからさらにこういう線が引いてあります。たったこれだけのものなんですけども、でこの癖の通りにですね、これを畳むとちゃんと畳めてしまうんです。こういうふうに、わかりますでしょうか。これはねじれ折りと呼ばれる昔からよく知られている折り紙の技法の一つです。中央の正方形の辺をすべて山折りに、その頂点から出ている線を交互に山折りと谷折りに折ります。折っ
した髪の対角線上を持って近づけるとワンアクションで畳むことができます。また反対に遠ざけると一気に広げることができます。それの特徴はですね、瞬間的に開いたり閉じたりできるというだけではなくて、これだけの大きさのものが瞬間的にですね、これだけの大きさになっちゃうと、このモデルでは4分の1なんですけども、瞬間的に4分の1のサイズにパッとこう縮めてしまうことができると、こういう仕組みをですね、ここのところでうまくこれに近い原理をですね、うまくここに取り込んでいるんですね。そうすると羽の付け根のところでですね、このここにこう脈がありますけども、ここにこういう脈がありますよね。ここの付け根のところに蝶つがいみたいな部分があって、羽がこうくっついてこの胸の内側から筋肉でそれをね引っ張ったり伸ばしたりするんですけども、ここの内側の筋肉をキュッとこう引っ張るとですね、ここがピュッとこうここの脈がこう開いてですね、その反動でこれがパッと開くようなね、そういう構造になってるわけです。でそこをまた弛緩させるとスッとこういうふうにね収めることができると、ここはもう非常に巧妙なやり方ですよね。鈴木先生と折り紙との出会いは今から20年ほど前のことでした。それ以前からカブトムシなどの甲虫類やトンボ類の羽の研究を行っていましたが、最初は昆虫とは関係がなかった折り紙の体験が新たな虫の見方へのヒントになったのです。でここにあるのが僕の雪の折り紙の作品なんですけれど、正六角形の紙を使ってそれで折るんですけども、まあ、雪の結晶ですから白いこう和紙でね折ると綺麗だなと思って折ってたんですけれど、折りながらですねこう光にかざすとすごくこう透けて見える模様が綺麗なんですよね。それでこれは面白いなと思って、実はこうやって見てみるとじっと見ているとですね、いろんな六角形がここに見えてくるんですよね。どうですか、いろんな六角形が見えてくるのが分かると思うんですが、これは昔から認知心理学という分野ではもうよく知られていることなんですけれども、よく2人の人がこうの顔がこう向き合ってるか壺に見えるかっていう有名なルービンの壺っていう、ものがあるんですが、これは何を意味してるかっていうと、僕らがあるパターンをこう見た時にそのパターンその形の輪郭をそのままこう見てる時と、それがくり抜かれたバックをねこう見てる時とあるというそういうことなんですよね。でこの場合も、ここにいろんな六角形があるように見えるというのは、ここに紙の重ねでできている六角形のパターンをある意識を持ってみるとある場所の六角形が見えてくるし、ちょっと意識をずらすと他の六角形が見えてくると、そういうことだということに気がついたわけですね。それで、実はまあ、この一番簡単なケースについてそれを徹底的に調べたんですけど、結論だけ言いますと、この中央のここの部分だけで、紙の重なりの、枚数の違う部分がここの中だけで7種類あるんですね。7つのものから任意に取り出す取り出し方っていうのは順列組み合わせという高校時代にねやった人多いと思うんですが、それでいうと128通りあるんですね。つまりここの部分だけで128通りのパターンがこの一つの作品の中にこう含まれているということをね、まあ気がついたという、そういうことですね。あ、これは折り紙っていうのはなかなか面白いなというふうに思ったということだったんですね。折り紙をこうやった後にその昆虫の羽のことを見るとですね、まあ、折り紙っていうのは紙を折ることによってそのあるものをこう表現するわけですよね。紙を折るってことは紙にシワを作るということなんですけれども、こういう昆虫の羽もよく見てみるとすごくこうシワが寄っているわけですね。じゃあその折り紙的な見方で、こう見たらその
昆虫の羽のそういうシワ的な構造を少しこれまでとは違った風に理解することができるんではないかなというふうにちょっと考えたわけですね。例えば折り紙的にトンボの羽を見るとどういうことが面白いかというとですね、トンボは幼虫がヤゴと言われますよね。殻を脱いで親になって広げると羽が完成するわけですけども、広げると完成するものをその畳んだ状態で幼虫は羽を作っているんだという、そういうことなんですね。そうすると殻を脱いだ時に、羽がこう伸びていくわけですけども、その伸びていく時に、非常にうまくスムースにですね、羽が伸びていくように畳んでないと困るわけですね。そこがね、非常に巧妙で。鈴木先生はトンボの羽とある折り紙の技法との類似点を発見しました。それが三浦織です。確かに三浦織の地図を広げてみるとトンボの羽の形とよく似ています。三浦織っていうのはその瞬間的にこう開いたりですね、こう閉じたりできると、こういう構造をしているわけですね。非常にこうスムースに広げたり閉じたりこうできるという構造をしていると。でトンボの羽をよく見てみますと全く同じというわけではないんですけども、原理的にはですね、基本的にほとんど同じような仕組みが使われていると。この三浦織というのはこれは自然界にあるシワのような構造の一つの基本的な存在パターンなんですよね。言ってみれば三浦織のようなこういうパターンを利用するというのは、三浦織で表現されるような原理がちゃんと反映されているという言い方もできるし、そういう制約のもとにですね、羽が進化してきたんだと、その結果こういう構造をしているんだという言い方もできると。鈴木先生は昆虫の羽の畳み方を研究していく中で、虫たちが三浦織やねじれ織と共通する特殊なシワ構造を巧みに活用していることを発見しました。そしてこの三浦織を発見したのは、実は宇宙ステーションの開発を手掛けておられた日本の科学者だったのです。その科学者の名は三浦光良さん。1930年生まれの三浦さんは長年人工衛星などの開発設計に携わってきた宇宙空間における構造物のスペシャリストです。そして三浦織の発見者としても世界的に知られています。地図や昆虫の羽に見られる構造、三浦織は先生にちなんで名付けられたものです。さっきもともと航空機屋です。でしかも行動屋って言われている、部類の人間だから、例えば航空機がどうやって壊れるか、そういう研究をやるわけですね。航空機の機体っていうのは非常に薄いんですね。相対的にはものすごく薄い、ほとんどもうこれくらいのものなんですね。ですからその壊れる形っていうのはもうほとんど紙で模型を作ってそれを壊すと非常によく似てるわけですね。ですからそういうことからいろんなことをみんな研究するわけです。で試しにこれ潰してみますと、でこういう形で潰れるわけですね。でこれは何だって、こんなめちゃくちゃにあるやつを壊したわけですよ。ところがこのできた形っていうのは非常にも規則正しい形で、このダイヤモンド型がきれいに並んだ状態は三浦先生の先輩が発見しました。その名にちなんで吉村パターンと呼ばれています。
吉村パターンは自然界のいろいろな場所で見られます。ジーパンの膝の後ろに出るダイヤ型の模様もその一つ。1960年代 NASA でロケットの胴体の研究をしていた三浦先生は、このパターンが非常に安定した構造であることに気づきました。三浦織発見のきっかけはこの吉村パターンにありました。これはまあ筒を潰した状態、今度はじゃあこういう紙を四方八方から潰したらどうなるか。でこれだってちゃんときちっとした形ができてくるんですから、きれいに潰せばここに何か模様ができてくる、規則正しい形ができてくるっていうはずですよね。それでまあ手でやるとあれですけど終えるわけで、まあ眺めてみますと、まあ脳規則性は全くない。こっちは規則性があるのに平面では、でも考えるとこれはある意味で共通な平面から言ってるわけですから、これを支配する物理法則ってのは同じなわけです。だから何かこれは原因があるしないけれど、とにかくこれじゃ答えになりませんから、どうやったらいいかってこれをまあ解こうと一生懸命になった。それでこういうモデルを作って、である日これのまあ中側を見ました。中側を見ると同じように見えるんだけどちょっと違うんですね。でこれ何見てるかというと、僕のさっきはこれはトツと僕っていうのはパターンが違うわけですよね。でキュッと考えたのは、私が求めているこの答えは平面だから答えはトツとボコの中間だって。だからこのトツと今度これひっくり返すとボコになりますけど、ボコをうまくまあ文字こういうふうにつなげてね、ちょうどボコとトツの中間くらいのでうまくつなげられたら締めたということですよね。実際に模型の表と裏を合わせて少しずらしてみると、今までどこにもなかった平行四辺形が現れてきました。三浦織発見の瞬間です。三浦織はその平行四辺形が連なったものです。青い線を山折り、そして赤い線を谷折りにします。一度折るとその紙は形状を覚えてしまいます。この折り方が紙を四方八方から潰した時の究極の形ではないかと三浦先生は直感しました。ある意味でこんなに綺麗な形が理屈もなしにできるはずがない。単純だし対称性がたくさんあるし、こういう答えってのは一般的に正解に近いということです。じゃあこれを目標にして数学のというか力学の問題を解いてみよう。でそこでまあ折り紙の世界からまた本業の力学との世界に入ってみて、三浦織は1970年に発表されました。
薄い紙に四方八方から均等な力を加えた場合、一番エネルギーのかからないシワはどのようなものなのか。当時の最新鋭のスーパーコンピューターが描いた図形は三浦織パターンそのものでした。最小のエネルギーで二次元構造の展開が行える三浦織の技術は、その後三浦先生の専門であった宇宙開発に活用されました。1995年に行われた人工衛星の実験では、三浦織を使っておよそ6メートル四方の太陽電池パネルを宇宙空間で展開・収納させることに成功しました。効率よく確実に広げ、そして畳むことができる三浦織は、未来に向けての技術として高く評価されたのです。2005年に発行された科学雑誌サイエンスには、かつて三浦先生がスーパーコンピューターで計算した三浦織のパターンを実験によって再現したという論文が掲載されました。植物の新芽や昆虫の羽など、三浦織はすでに自然界で大いに利用されていたのです。昆虫のとか生物学の人で真似をしようとする昆虫と、ところが人間が持っている材料っていうのは棒であったり板であったり、まあ連続体なんですね、やはりね。そこからものを作るわけですよ、あのロボットにしたものにして。彼らはもう分子レベルでくっつくってんだから、あのそこは違いますから、やっぱり昆虫がすごい優れてるというところですよね、うん、鈴木先生は昆虫のフィールドワーク研究から、三浦先生は幾何学の専門家としてのひらめきから、それぞれ三浦織やシワ構造といった自然界における本質的で合理的な原理に到達しました。そしてこの発見は未来の宇宙ステーションへの応用という形で結実しようとしています。陸上、空中、水中、さまざまな過酷な環境の中で生き続けてきた虫たちは、それぞれに素晴らしい技術を持っています。これからもこうした昆虫力に注目し、未来の素晴らしいテクノロジーが花開いていくと信じています。